いいね。やはり秋葉のケバブサンドは安心のクオリティだね。そんな違う？店舗構えてるとこは大体美味しいけど、それでも量や香りの点で評価するね。へえ。つかお腹空いてないの？何も食べてないじゃん。昼飯を我慢すれば薄い本が一冊買えるのだよ。よし、ちょっとやる。え？私だけ食べてると気が利かない人間だと思われるでしょ。大量大量。初回特典書き下ろしテレカ、今時どこで使えっつーの。はい。ジャンクランド。しかし君の戦利品もすごいね。鬼畜系エロ漫画およびエロゲーの見本市みたいだ。ハッキン食らったやつが手に入ったのは収穫だったな。評価は微妙だけど絵師が好きなんだよね。あ、それの続編は遊んだことあるよ。割と好き。にしても女子の目の前で両軸物を買うとは恐れ入ったな。そうさ、それくらいの感覚がなければこの6年間とても生き残れなかった。何よそれ。さてと、あと一箇所寄っときたいところがあるんで、もうちょっと付き合って。いやー、日本最大級というだけあるね。すっげー品数。田中、なんか買うの。エビ川的にはこういうのってどうすか？いける？知らないよ。勝手に買えばいいだろう。およよ、こういう店は苦手なん？だよね、ボンデージ好きだよね。今日買った漫画それ系ばっかだったもんね。じゃあこういうのはどうすか？ごめん、興奮しすぎた。ティッシュ。お前何がしたいんだ？つつもたぜ。昼飯代までケチるお前から何をむしり取れと。それもそうか。したいのです。はい。夏休みが明けたらクラスの連中はやったやらない、痛い痛くない、気持ちいいのよくないの、ガールにあるまじきガールズトーク。もう限界だ、もう我慢できない。私もめくるめく快楽を享受したい。交尾に関してはやぶさかではないが、その言っちゃなんだが、他にも男はやれそうだったから。人妻ものなんかもいいな。ほら、あんたクラスでも平気でエロトークしてるじゃない。それにどうせ童貞でしょ。色目使えば私でも食いつくかなとか。それはそうですか。まあもう少しスマートに交渉される予定だったんだけど。それでは期末明けと物資作業を一段落ということで、乾杯。まあ約1名未だ継続的に作業中なわけだが。うっさいな、お前ら酒こぼすなよ。明日の昼には印刷所向かうよ。お酒か、カクテル系なら多分いけるだろう。今日こそは面白トークやいい感じの歌でみんなに存在をアピールせねば。満見に女一人、いつまでも浮いた存在でいるわけにはいかないのだ。この場の空気を乱さない、かつみんなの受けもいい選曲を、この選択で人としての価値が問われる。有原、悪いんだけどリモコンちょっといい？すいません、もたついて。落ち着け、大丈夫だ、これくらいよくあることだ。そうだ、
アルコールでリラックスするのだ。これ、曲違ってね？え、映像停止！映像停止！ダメだ。リラックス通り越して、頭、クラクラしてきた。もう、何が、なんだか、お前が取れって言ったんだぜ。これ、一昨日のカラオケ、ですよね。まさか、覚えてないの？八面六臂の大暴れだったよ。と、その…次の打ち上げって、いつ頃です？